はい、皆さんこんにちは、榊敦史です。まったりとした日曜日の午後3時回りましてですね、3時17分ぐらいでございます。動画上げて、動画撮って、動画上げて、その合間に原稿書いてっていうのをね、朝からずっとやってます。もうね、喋るとちょっと喉が開くでしょ。また、ね、ああビール飲みたいなと思うんですよね。まあ、ビール系飲料ですよ、正確には。そういうの飲むとね、またほーっとするでしょ。ほんまはね、飲まない方がいいんですけど、うわ飲みたいなと思って、もうお前アルチューやろっていう、そういう世界です。さて、ニュースを読んでました。ザクザクでございますね。夕刊フジのネットサイトでございまして、夕刊フジね、毎週金曜日私のコラム出ますんでね、読んでくださいね。買って読んでください、買って。たまには買って読んでくださいね。なかなか面白いですよ、買うのも。はい、金曜日って多分夕刊フジ一番売れるんちゃうかなと思う。なぜかというと、競馬が載ってますからね。競馬新聞で高いでしょ。でも夕刊フジってあれ140円かなんかですもんね。はい、それはいいんですけど、大前健一のニュース辞表って、これ金曜日の僕がコラム載ってる日に出てる記事ですね。もうザクザクに出てきました。中国国家安全法制導入決定に香港芸能人ら支持、中英共同宣言の約束破られた一国二制度の行方みたいな。まあ、最近その香港の話題もですね、去年の今頃はその街に繰り出した人々と当局とのこうやり取りというか、あれですね、デモ隊と警官隊のこのカンカンですね、が盛んにテレビに映ってたのを覚えてると思うんですけど、あのあとですね、年末あたりにかけてちょっと収まりかけたかなと思ったらコロナが来たわけですね。で、5人以上の集会禁止、なんかそんなありますよね。9人以上でしたっけ、なんかそんなんだって、まあ今は収束してるんですけども、このどさくさに紛れてですね、中国の人民大議員、全国人民大議員大会かなんかですか、なんかそれでですね、国家安全法制ですか、それを要は中国に適、中国じゃない、香港に適用するというのがなされてですね、これにこう世界中が驚いてですね、トランプさんなんかがもう香港優遇やめるというふうに明言してますね。まあ多分やめると思うんですけど、でこういう動きに対してですね、香港の芸能人であるジャッキー・チェンさん、もう僕ら香港の芸能人って僕みたいな人間はもうジャッキー・チェンしか知りませんよ、はっきり言って。もうね、でジャッキー・チェンさんは あれですね、中国政府を支持するといち早く表明をなさっています。ジャッキー・チェンさんは昔からですね、中国の大陸の方のですね、政府のやることに対して非常に肯定的というか、まあ、どっちそっちべったりという感じですね。でちょっとなんか我々からすると違和感ありますよね。なんでわざわざそういうことをあっちにべったりしなあかんのというふうに思いますけど、まあそれはそれでね、ちゃんと事情があるんですよ。まあ大前健一さんも書いてありますけど、もう香港はね、昔の輝きの香港ではないんですね、今ね。中国の一部になっています。で、ジャッキー・チェンさんは、これ世界的俳優なんですけども、やっぱりどう言いましょうね、中国という大きなマーケットを、まあ、抜きにしてはですね、なかなかそう立ち行かないと、まあ、立ち行くことは立ち行くんでしょうけど、まあ、大きなビジネスにならないということなんでしょうね。ご自身の映画出たりとかした場合ですね、要は中国本土でですね、上演されないとかになると全然収入が違いますからね。だからずっと中国政府よりであると、まあしゃあないなと。僕ね、昔ね、30年ぐらい、もっと前かな、ジャッキー・チェンさんは実はモンモーヤというふうに告白しちゃったという記事をどっかで読んだんですね。モンモーなんと思って。この方でもハリウッド映画出た時英語喋ってはりますよね。英語喋れんのかと。まあその場所までセリフは喋れれば映画撮れますけどね。で北京語喋れるんでしょうかね。
普通香港生まれ香港育ちの人って、まあ、あの北京語も多少学校で勉強するみたいですけども、あの広東語という言葉なんですね、中国語の中では。それがいわゆるネイティブなんですよ。なんで、北京語も最近通じるという話なんですね。の香港人に言わせるといやいや作ってるねやという話ですけども、あの通じるようではありますね。だから本土の人が使わはるのが北京語でして、例えば北京に住んでる人がね、北京に育った場合多分北京語しか使えないわけですね。でそんな方が中国じゃない香港に行かれると、まあ、北京語しか使えませんね。まあ字は読めますけどね、まあ、あのちょっと違いますけど、中国語も漢字体っていう昔ながらの漢字を使ってますけど、まあそんなんね、あの覚えたらすぐのことであって、そういう方は広東語使えない、わけでして、まあ、非常にちょっと居心地が悪いのが今までやったんですけど、まあ、1997年に返還されてからは急速に北京語が普及したというふうに聞いております。でだから今あの本土の方が、本土というか、まあそうですね、北京語の人たちがやってきてもな、ちゃんとビジネスはできるし、もちろん銀行口座開けるし、あのあれですね、マンション買えるということで、ドーッとマンション買われてですね、まあ、香港 の不動産は暴騰しました。一回ね、香港 の経過日報というところの取材を受けたことあるんですけど、若いお姉ちゃんの記者さんが、日本語の達者な方が取材に来られて話してましたけど、まあ年収の50倍とからしい、だから香港いられませんって年収50倍はまあかんやそれって、なんでかって本土の人が買うかららしいですね。だからあの皆さんもう外国への移住を考えてると。そんな話を聞いたんがね、何年前、6、7年前やったかな、ですね。まあその後あの記者さんどうなったか知りませんけど、まあそういうことでね、あの香港というのは非常に微妙な非常に微妙な場所でございまして、あのもうすぐだから中国と一緒になるわけですね。お前とあと27年後なんですけど、実質もう来月って今月からこの法律が適用されたら、もう自由な香港はさようならということになります。でまあこれ世界中からですね注目され非難されてるわけなんですけども、当の香港で生きる人たちにとっては死活問題ですから、その当局に睨まれては何もできないわけですね。まあいっそのことをまあ海外に移住したらいいんでしょうけども、まあ香港の人は香港好きでしょうからね、ずっといたいでしょうから、それと仲良くやっていくしかないわけであって、そうするとまああれですね、中国の共産党と友好関係にありたいということになれば、このジャッキー・チェンさんみたいな、あまあ選択になるんでしょうね。我々から見るとね、ああそうなんという感じはしますけども、あのご本人たちはね生き残らなあかんわけですからね、芸能人タレントというものは。そうなればやっぱり体制に逆らうというのはちょっとできにくい話ですね。あれですね、アメリカでもですね、あのハリウッドなんかはですね、あの中国国内で上演できないような映画になるとですね、配給収入がドーッと減りますから、あのなんと言いますかね、あのそういう当局のお眼鏡にかなうような作品にしておかないとですね、全然こう収入が違うと。なんか見たことありますけど、アメリカをですね、国連軍かな、まあ、占領するという設定がもともと中国軍やったのがですね、北朝鮮軍に変わったというような映画を見たことありますけども、まああのあれですねあのそういう影響がですね隅々行き渡りかけていたわけなんですけど、まあアメリカはね今後国としてこう中国と対決していくんだと、あれ抑え込みにかかるんだということを明快に打ち出してきましたんで、まあ、今後ハリウッドも多分変わると思います。中国での配給を前提としない作品というのを作ってくるんでしょうね。そういう作品にジャッキー・チェンさんは出ないということになります。まあ幾分、寂しいような気もしますけども、まあしゃあないですね、これはね、あの無理にこっちへ来いって言うたところでね、ご本人が行きにくいわけですから、そっちの方は。そうするとあの
やっぱり向こう側についてた方が行きやすいということであれば、もうまあしゃあないですねという話にならざるを得ないわけですね。まあ、あんまりこう愉快なニュースではないんですけども、まあ、ジャッキーチェーンを好きな、ね、日本人はいっぱいいますからね、まあ、あれですね、まあ、あそこは温かくっていうか、生温かくですか、見守ってあげるしかないでしょうね。でもう多分もうこの方ももうアクションとかの映画にはお出にならないんじゃないですかね、というような、まあちょっと悲しいなというお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。